はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今から FGO の動画撮っていきたいなと思います。今回はイベントクエストの2代目俺たちは2016クリスマス復刻ライト版について運用じゃない解説していこうかなと思います。うん、そうだね。まあどこを回ればいいかっていうのを解説して、まあ一応2016の記憶があるんで、そこら辺も思い出しながら、まあ一応言っていきたいなと思います。で、まず今初級中級初級中級上級長級が出てるんですが、これが終わった後にというか、まあストーリーを進めるごとに、粉雪級綿雪級ボタン級が追加されます。ただあれなんですよね、粉雪級が追加されるのが、第3夜目2016年だった場合、確か第3夜目をクリアした後で、綿雪級が第5夜目をクリアした後で、ボタン雪級が7夜目をクリアした後ってなってるんで、まあどうだろうな、自分的にはやっぱまあ下っ側の方のクエストが美味しいんですが、回れる場合、まあ今のうちに、まあ、せっせせっせと、長級とかそこら辺の回っていった方が、まあ後々楽になるんじゃないかなと思います。うん、ということで、まあ一応ね、粉雪ボタン雪級が出る前までどういう感じで回ればいいかっていうのをやっていきたいなと思います。で、まず霊装に関して、聖夜の晩餐かに関してなんですが、どのクエストでもドロップいたします。で、ドロ率に関しては大体まあ AP 消費率的に言うと大体同じなんで、まあ特に気にしないでいいかなと思います。まあ初級で落ちたらラッキー、長級とかで周回してて落ちたらラッキー、まあ落ちたらラッキーって思ってもらえればいいと思います。で、初級なんですが、まずドロップする品としては、靴下、まあ、靴下もまあ全てのクエストでドロップするんだけど、靴下で、ショートケーキとチーズケーキがドロップいたします。で、チーズケーキが一番今のところ最高率かな、ここのやつの中で出てると一番いいんで、まあチーズケーキ集めたい方はここ回った方がいいです。で、それ以外の素材で言うと、世界樹の種と、ひずめだね、あれがドロップするんで、まあ普通にあれだね、チーズケーキ集めたかったらずっとここのところ初級回っていけばいいかなと思います。で、次中級なんですが、まあドロップする品としてはショートケーキとチーズケーキで、まあここも一緒で、ひずめと世界樹の種がドロップいたします。で、ショートケーキの方が多く集めれるんで、まあショートケーキ集めたいよっていう方はここのところ周回するのをおすすめします。で、世界樹の種とひずめに関してなんですが、中級の方が、ドロ率いいんで、まあそこら辺は考えながら回っていけばいいと思います。で、次上級なんですが、ここに関してはフルーツケーキとショートケーキがドロップいたします。で、ここはフルーツケーキ一番最高倍率なんで、星5霊装のやつだね、あれやつ、星5のやつ当たった方はここをずっと周回すればいいかなと思います。で、それ以外で言うと、クッキーか、クッキーじゃないわ、名前なんだったっけ、8連結晶かがここ一番多くドロップいたしますんで、8連がないよっていう方はここのところ周回するのをおすすめします。で長級に関してなんですが、ここはショートケーキ、チーズケーキ、フルーツケーキ、全部ドロップいたしますするんですが、まあちょっと全部一気にドロップするっていうことでちょっと効率は悪いかなって感じだね。で、それ以外で言うと8連結晶、ひずめ、世界樹の種、混沌の爪がドロップいたします。で、混沌の爪に関してなんですが、ここが一番最高倍率なんで、まあここ回った方がいいかなと思います。で、あ、靴下のこと言ってなかったね。靴下に関してなんですが、確かね、中級回るよりも上級を回った方がドロ率高かった気がするんで、去年ね、うん、そんな気がするんで、あと AP 的なこと考えてね、上級回った方がいいと思うんで、まあ靴下だけ、まあ今回だと9箱ぐらいか、9箱か10箱しか開けれないと思うんですが、それ集めたい方は、上級回ることをおすすめします。うん、で、これ以降に出てくる粉雪級、綿雪級、ボタン雪級なんですが、確かね、粉雪級が
チーズケーキとショートケーキドロップするんですが、確か普通の超級と、違う中級と初級の混合みたいな感じなんで、一応その2個集めたい場合はここ回るの、粉雪球渡るのがいいかな、回る方が、うん、回る方がいいかなと思います。まあそれ以外で言うとドロップする品としては確か鳳凰の羽と血類がドロップした気がします。うん、確かそうだったはず。で、綿雪球に関してはフルーツケーキとショートケーキドロップいたす、ドロップするんですが、まあショートフルーツケーキが一番最高倍率で、それ以外で言うと、鎖、世界樹の種、ひずめ、ランプかがドロップするんで、まあそこら辺も回れる余裕があったら回っといた方がいいかな。で、ボタン雪球なんですが、ここに関しては、靴下の最高倍率なんで、まあ、靴下だけ集めたい、まあ、今回復刻だからボックス制限あるんですが、まあ、ボックス制限がなかった場合ここのところずっと周回しろって言いたかったね。うん、まあ、今回に関してはここあんまり回る必要はないかなと思います。まあ、それ以外で言うと素材は、鎖、世界樹の種、鳳凰の羽、激輪だねがドロップいたします。屋上ね、合ってたら確かそうだったはず。うん、それぐらいかな。まあ、とりあえず今に関して今回るべき、クエストとしては、初級でチーズケーキ、チーズケーキ集めたい方は初級、ショートケーキ集めたい方は中級で、靴下とフルーツケーキを集めたい方は、上級を周回するっていうのをおすすめいたします。で、次交換、何を交換していけ、していけばいいかっていうのを、まあ、解説していこうかなと思います。トナカイさん、プレゼントですよ、プレゼント。次は私が開けてもいいですか。あ、こんないいですよね。ね、あ、かわいいかわいいかわいい、それはどうでもいい。まあボックスに関しては残り回数リセット回数がついてるんで、まあいかんせん、まあここに関しては周回ちゃんとしてたら多分全部開けれるかなと思います。で、イベントアイテムに関してなんですが、まあとりあえず、150個なんで、まあここに関しては割とフレンドさんとかの、あ、フレンドと、サーバントとかいろいろいると結構簡単に集めれるんで、とりあえず聖夜の晩餐に関しては全部、ドロップというか、交換、初めに聖夜の晩餐を交換するのをおすすめします。うん、でそれ以外で言うと、まあここの中では4枚しか交換できないんで1枚ドロップさせないといけないんですが、そこは完全的な運なんで、もし1枚でも多くドロップした方はもうね、とつってもいいけど、余裕があったらとつらない、余裕がなかったら、余裕があったら、とつらない、余裕がなかったらとつるっていう感じでいいかなと思います。まあ、とりあえず初めに、聖夜の晩餐に関しては絶対交換してとつっといた方がいいかなと思います。で、そっからなんですが、まあ、基本、素材系を交換していけばいいかなと思います。まず、ブッシュドノエルと、マナプリかな、うん、そこら辺に関しては、後回しでいいかなと思います。で、育成するにしても素材的なことを考えて初めにピース、モニュメント交換するのもいいですが、まあ、やっぱどちらかっていうとモニュメントとピースはまだ集めやすいんで、どちらかっていうと、うん、どちらかっていうとって言葉はすごい使ってるな、まあここの素材系だねを交換した方がいいかなと思います。で、フォークに関しては後回しで OK、 うんぐらいかな。まあ、とりあえず、交換に関しては初めに霊装をメインで交換して、その後素材、霊気再臨素材もしくはモニュメント交換で、余裕が出てきたらマナプリとか、マナプリズム、フォークンで、を交換すればいいかなと思います。で、ここに関してですね、まあ一応ストーリー進めていくごと、あとはね、奇跡の靴下交換していくごとに、まあ一応ブッシュドノエルとかゲットできるんですが、まあね、絶対ジャンタに関しては作っといた方がいいです。理由としては、まあ運用動画の方でもお話ししてるんですが、やっぱ強いです、普通に強いです。で、防具とかも打ちやすいんで、まあ結構ね使いやすいっていうのもあるんで、作っといてほしいですぐらいかな。うん、とりあえず、こんな感じかな。ジャンタ素材に関しては、まあ初級中級上級を回って、靴下は、あ、
靴下の交換に関してなんですが、基本全部開けてからリセット、全部開けてからリセットしてった方がいいかなと思います。そうじゃないとね、ブッシュドノエル1個も当たらずに、その次のところ行ったりとかすると、もしかしたら宝具強化できなくて積んだとかなる可能性があるんで、まあ、そこだけは注意が必要です。まあ、ただその積んだってならないように、ここのやつで一応効果あるんですが、うん、まあ一応ね、効率とか考えると、全部開けてから、交換し、全部開けてリセット、全部開けてリセットでやっていけばいいかなと思います。どうなのな、これ以降また全部のクエストが出たらまた動画上げてるかもしれないんですが、まあそれに関しては気分次第なんで、まあいっか、うん、という感じですね。ボックスに関してなんですが、クエスト的にね、今回のイベントはのんびりしてやっていけばいいと思うんで、できたらここら辺の黄金の果実とかそこら辺のは食わずに、できたら自然回復でやっていけばいいかなと思います。ただ、聖者の晩餐に関しては、聖夜の晩餐に関しては絶対とつっといた方がいいんで、これがとつれたらもう、リンゴかじるのはやめようみたいな感じでするのもいいかもしれませんね。まあそこら辺はまあ人それぞれだと思います。ということで今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくれた皆さん、ご視聴ありがとうございました。次回も FGO の動画撮っていきたいなと思いますんで、どうぞよろしくお願いいたします。それじゃあ、バイバイ。最後までご視聴していただきありがとうございます。チャンネル登録は右上の登録画面か、下の赤いボタンをクリック。再生リストは下の説明文から。おすすめの動画は左の画面に表示されます。それではここまで見てくれた皆さん、ありがとうございました。